はい、どうも皆さんこんにちは、ラダマノです。今回はアメリカのアマゾンで人気のトランヤから発売されたコスパ最強すぎる全部入りイヤホン、トランヤノバを紹介します。トランヤは日本ではあまり有名じゃないかもしれませんが、アメリカのアマゾンでは非常に人気で、ワイヤレスイヤホンのアマゾンズチョイスにも選ばれています。今回紹介のトランヤノバは完璧な全部入りで、ノイキャンはもちろん2台同時に接続できるマルチポイントにも対応、アプリで音質や操作内容も使いやすいようにカスタマイズできます。さらにこの価格でワイヤレス充電に対応してるのが珍しいんですよね。やっぱり有線でも充電できるようになっているので、ワイヤレス充電って1万円以下のイヤホンでは真っ先に外されてしまう機能なんですが、トランヤノバは対応しています。コーデックは AptX Adaptive に対応で、ハイレゾ相当も楽しめますし、最新の LE オーディオにも対応予定です。それでこの価格なので、間違いなくコスパ最強ですし、他のメーカーが困っちゃうくらいの恐ろしいコスパですよね。それにデザインもカラーがね、暗めのネイビーで結構おしゃれなのもいいなと思います。では詳しくご紹介していく前に、これからもイヤホンの紹介をしていくので、チャンネル登録をよろしくお願いします。パッケージはこのようなホワイトのシンプルなデザインですね。開けるとこんな感じになっています。付属品を見ていきましょう。充電用の USB ケーブルはタイプ C になっています。イヤーピースは3サイズ付属、このように楕円形になっているのでしっかり目にフィットします。ケースはこのようなデザインになっています。暗めのネイビーで落ち着いた印象ながらも、ブラックよりもおしゃれな色ですよね。ただ光沢感が結構強いので、指紋は目立つかなと思います。開けるとこんな感じになっています。ケースからイヤホンが出ており、指を入れるスペースもあるため、つまんで簡単に取り出せるようになっています。イヤホン本体はこのように光の反射で色合いが変わって見える美しいデザインですね。スティックタイプになっており、タップで操作することができるようになっています。では実際に装着してみると、こんな感じになっています。フィット感はね、かなりしっかりしてます。イヤーピースを取るとわかりますが、ノズルがね、結構楕円形になっているので、こうやってね、耳にイヤホンを入れた後にくるっとね、回すことで耳にしっかりフィットします。遮音性もかなり高くて、軽いつけ心地というよりかはもうしっかりめのフィット感なので、頭を振ってもこれ全く落ちないですし、全然ずれないんですよ。かなりね、しっかりした安定感だと思います。再生時間は最大9時間、バッテリー内蔵のケースに入れて充電することで最大36時間再生できます。この価格では珍しいワイヤレス充電にも対応しているので、置くだけで充電できますし、10分の充電で2時間使える急速充電にも対応しています。3万円以上するイヤホンでもワイヤレス充電って対応してないこともあるので、この価格で対応は素晴らしいですよね。それからアプリにも対応しているので紹介していきます。このような画面になっていて、ノイズキャンセリング、外音取り込み機能、ノーマルモードを切り替えることができます。いつも10段階でノイキャンの強さを表現してますが、10段階だと8点です。3万円台の完全ワイヤレスイヤホンでも8点とね、つけていたりするので、この価格で8点であれば十分なレベルだと思います。まあ、こういうね、パソコンのファンであったり、エアコンの音はほぼ聞こえなくなりますし、電車に乗った時もゴーっていう低い走行音を軽減してくれて、音量ね、上げすぎなくても音楽を楽しめます。それに音量上げすぎなくて済むので、音漏れの心配も少なくなるのがいいんですよね。ただね、この若干圧迫感があるような感じもあるので、強さ的には高級機に引けを取らないという表現になるかなと思います。それからイヤホンを外さなくても周りの音を聞くことができる外音取り込み機能も対応しています。これも10段階で表現すると8点です。さーっていうホワイトノイズは少しありますが、しっかりと周りの音が聞こえるし、自分の声も困らないので会話もしやすいし、十分実用的です。それからイコライザーも搭載されていて、音質を好みにカスタマイズできます。プリセットがね、4つ用意されていて、バランスがね、おそらくこれデフォルトの音質になってます。低音ブースト、まあ、低音を強化したり低音を弱めるというのがあったり、あとボーカルを強調するプリセットもありますね。カスタム EQ もあるので、このプラスボタンタップすると、このようにね、自分でパラメータを操作して好みの音質に設定することができます。名前をつけてね、保存しておけるので、例えばロック、まあ、ジャンルで保存したり、あとはこの好きなアーティストに合う音質を作ったりね、複数のね、プリセット保存して簡単にね、こうやって切り替えることができるので、かなり楽しみやすいと思いますから、試してみてください。それから低遅延にできるゲームモードも搭載しています。オンにすると 40ms、 まあ、約 0.04 秒の遅延になるので、まあ 0.1 秒以下ですから。実際確認したんですけども、僕は遅延は分かりませんでした。まあ音ゲーは難しいかもしれませんけど、 FPS ゲームだったりは全然遅延を気にせず楽しめると思います。それから操作を好みにカスタマイズできます。こんな感じで1タップからなんと5タップまでこれ割り当てできるようになっていて、しかも長押しもあるので、かなり細かくカスタマイズできます。このように候補の中から好きな操作を選ぶことができて、候補も多いのでしっかり自分好みにカスタマイズできます。例えば僕が使いやすいように設定するとこんな感じで、1タップはね、両方とも再生一時停止で、2タップは曲戻しと曲送りで、3タップが音量の上げ下げにしてます。で、4タップが左がゲームモードで、右が音声アシスタント
ことにしてます。で、長押しやノイキャンと外音取り込み機能の切り替えに設定しているので、もう本当にこの全ての操作をイヤホン側で行うことができます。それに誤操作を少なくしたい場合は、これ1タップをね、無効にすることもできます。例えば髪の毛が当たって誤動作したり、まあ、ちょっとね、装着感を調整しようと思って触った時に誤操作してしまうことっていうのは結構あると思うんですけど、これ1タップを無効にすればそれもなくなりますから、格段に誤操作が減ります。しかもこれまだ5タップ割り当てようと思えばね、割り当てることできるので、かなりね、自由度高くカスタマイズできますから、非常に使いやすいと思います。タップ操作した時に、ポッっていう風に音も鳴るので、まあ、しっかりね、タップできたかどうかわかりますし、操作もしやすいと思います。それからこちらにデバイスを探すという機能も搭載されていて、タップすると、おそらく最後に接続した地点を表示してるんだと思うんですけど、もしなくしてしまった時も探しやすくすることができます。それから2台同時に接続できるマルチポイントにも対応しています。例えばスマホとパソコン両方に接続しておけば、いちいちね、接続を切り替える必要もないので、まあ、仕事でね、パソコンを使った後でも、すぐにね、スマホで音楽楽しむことができます。それから通話音質を確認していきましょう。はい、こちらがですね、トランやノバで録音した音声になります。音声の感じはどうでしょうか？左右で6機の高性能マイクと、クアルコムの CVC8.0 ノイズリダクション技術によって、騒がしい環境でもね、クリアな通話が可能となっています。ではね、試しにこの大きなスピーカーから街の道路沿いの音を流して、どれだけノイズを除去してくれるのか確認していきます。はい、これがですね、ピンマイクの音声ですね。さっきバイクの通る音も聞こえましたし、車の通る音も聞こえて、結構騒がしい場所ですね。はい。で、こちらがですね、トランやノバで録音した音声になります。しっかりノイズ除去できてますかね。まあ、こういうね、騒がしい道路沿いを歩きながら通話するなんてこともあるかと思うので、参考にしてみてください。音声の感じはどうでしょうか？それから音質についてですが、かなり力強く存在感のある低音と、高音もね、少しこのシャリッとした感じがあるので、いわゆるドンシャリですね。低音はドン、高音はシャリッとした迫力のある音質で、ロックや EDM、ポップスをね、ノリよく楽しく聞くのに向いてる音質ですね。低音はしっかりとした重低音で、EDM の迫力を本当に余すことなく楽しめます。こう、ボワーっとした嫌な膨らみ方せず、気持ちのいいね、重低音と迫力で、EDM とロックをね、ノリよく楽しむには最適な低音ですね。ボーカルは低音に存在感がある分、そこまでこの前には出てこないですね。まあ、繊細な表現を楽しむというよりかは、楽器の音とボーカルの音をね、この両方ともバランスよく楽しめるのが大きな魅力ですね。高音はね、シンバルのアタックが気持ちよく、こう叩いた時の音がね、スカッと抜けていく爽やかな音ですね。量が多いわけじゃないので、聞いていてね、刺激が強すぎる感じもないです。シンバルや EDM のね、そのシンセを楽しむのに向いていて、爽やかでね、くどい感じもないので、ノリのいい音を楽しめます。まあ、ただ若干シャリッとはしているので、クラシックとかのね、このバイオリンの艶やかな感じを楽しむにはちょっと物足りないかもしれないですね。全体的に低音の迫力と高音のね、スカッと抜ける爽やかさが印象的で、やっぱりこのロックや EDM、ポップスをノリよく楽しく聞くのに向いてますね。メリハリがしっかりとあるので、ノリの良さに特化していて、力強い低音で音楽を楽しみたい方はかなり気に入ると思います。それに高音質コーデック aptX Adaptive にも対応しているので、対応スマホを使用すればハイレゾも楽しめます。 aptX Adaptive で聞くと、よりね、この輪郭がはっきりして、まあ、解像度も上がるので、ボーカルがね、聞きやすくなって、より繊細な表現も楽しめるようになります。また次世代の Bluetooth オーディオ LE オーディオにも対応予定となっています。簡単に説明すると、 iPhone でもね、 Android のスマートフォンでも、今後クラシックオーディオから LE オーディオに変わっていく、まさにこの変わり目の段階に入っているので、その変化にもね、すぐ対応できるようになっていますから、長く愛用できると思います。それから微妙だなと思った部分ですが、特になし。もうね、完璧な全部入りで文句のつけようがないんですけど、唯一ね、やっぱ気になる方がいるんじゃないかなって思うのは、かなり光沢感のあるケースなので、指紋は結構目立ちやすいんですよね。なので気になる方はね、把握しておいてください。ただ個人的にはね、この色合いがめちゃくちゃ好きで、僕はね、暗めのネイビーが好きで、こういう服結構着るので、想像以上におしゃれで安っぽい感じがないのが映像でも伝わったかと思います。なのでこの価格帯の中では、デザイン性はね、結構高い方に入るんじゃないかと思います。はい、ということで、ノイキャンだけじゃなく、マルチポイントやワイヤレス充電にも対応しているし、 aptX Adaptive でハイレゾも楽しめます。 LE オーディオにも対応予定ということで、間違いなくコスパ最強と呼べる部類に入りますね。普通にこの2万円3万円台と同じような機能が搭載されているので、本当にこの恐ろしいコスパと言えますよね。防水性能もね、これ IPX5 あるので、まあ運動時は雨の日でも安心して使えますし、どちらかというとね、ロックや EDM、 あとポップスなんかをね、ノリよく楽しみたい方におすすめです。気になった方はね、下にリンク貼
貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。それではこの動画良かったと思う方は、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ラダマモでした。